はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ペガサス・ジェイ・クロフォードです。いきます。本日の、デッキなんですが、皆さん、最強スキル、デュエルリンクス界の最強スキルって何かご存知ですか？創造者なんですよ。これご存知ですか、このスキル。これね、このスキルね、KCGT やってたら、ファーストステージで、なんか使われて、このスキル。まあ、サレンダー、されたんだけど、結局なんか多分、ガチャが失敗して、これね、面白いなと思って、今回はそのデッキをビッグバネイトしました。ビッグバネイト。ビッグバネイトね。で、このスキル、どういうスキルかっていうと、自分のライフポイントが2000以下の場合に、ドローフェーズ時、ドローを行う代わりに、デッキ外から、強力なカードを手札に加えると。で、どんなカードが手札に加わるかっていうと、ね、これですよね。これ今日はね、これを使っていきます。相手のフィールドのモンスター全て破壊するというサンダーボルトっていう最強カード。イラストめっちゃ雑だけど、まあ、遊戯王界最強と言われているカードですね。このカード、なんか OCG では1枚使えるっていう噂を聞きましたけども、いつだったか制限になりましたね。禁止から制限になりましたけども、このカードを今日は使っていこうと思ってまして、まあ、他にもね、ハーピーの羽防止とか蘇生とか、あとミラーフォースとかがあってもいいかなっていう感じなんですけど、まあ、このモンスターだけマジクソダコなんだけど、とりあえずね、創造者ガチャをして、サンダーボルトを引いていきたいと。このカードを使っていきたいと、今日はそういう風に思ってます。で、どういう風に使っていくかっていうと、ライフポイントを2000以下にしないといけないんですよね。なんで2000以下にするギミックを入れればいいと。ね、神の忠告と究極排水の陣っていうこのカードを使って6部衆で今回は使っていきます。創造者6部衆、結構ね、これなんか面白いギミックだなと思ったんだよね。要は、先行でシーンを立てて、後攻取ったらマジで弱いけど、この時先行取るのが前提だけど、じゃんけんで勝つっても前提だけど、なんだけど、コインで黄色出したら、シーン立てて、で後ろにね、神の忠告とか、究極排水の陣とか、あと二刀流とかをセットしといて、で神中だったら、ライフポイント自分で1000にできるし、この究極排水の陣だったらこれ100ポイントなんですよね、ライフポイントが。で100ポイントになるように、墓地から6武士を特徴ができるよっていう効果なんで、まあ、支援が2体立ちながらライフポイントなんか100になって創造者のスキル使えるとかあるんですよ。だから結構ね、このスキルは割と強いなと思ってるので、このギミックを生かしていくためにこのカードを4枚採用してるっていう感じです。早速ね、サンダーボルト使えるまでやっていきますよ、私は。ちなみにまだ撮影しないんでボツになる可能性もあります。全然俺の実況者運命力をね、試していきたいなと思ってますんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、いきまーす。ハンド強いです。これは強いです。いいぞ、これは強い。これ久しぶりに強い。久しぶりに最強6武将来た。ちなみに先行支援全力展開してるんで、エニッシュとかいうモンスター入ってませんので、一応道場が2枚入ってますからね、私のデッキ。鉄則効果、おい、なるほど。あー、でも引いたカード弱えな。ここは二刀流をセットしておきたいところではあったけども、まあ悪くはない。さあ、新6武将支援をシンクロ召喚し、カードを1枚セット。これでターンを終了かな。まあ、リシドか、なんだろうね、知らないとかですかね。まあ、終わらない罠地獄なんじゃないかなっていう感じはしますけども、終わらない罠地獄何々みたいな感じでしょうね。さあ、何でしょうか。さあ、カード1枚セットしてスノーケーをチェックしていく。もちろん二刀流ではない。究極排水の陣っていうのはね、ドローフェーズから引かれますから、スノーケーでバレていくっていう。あ、モノロベ入ってんの、マジ。そう、リミット守ってる、モノロベって。モノロベ入るの今のって。モンスターを特殊召喚、はあ、それモノロベ入るのかな。え、待って、こいつリミット2だよな。待って、俺の記憶が正しければあいつリミット2だぞ。あいつ入ってどういうことだ。まあいいや、とりあえずそれで7シーンってことですか。はいはい、あやかし神知らぬに、あやかし神知らぬに効果チェーンでいいや。モンスター効果、はい、あやかし神知らぬに効果チェーン。そこで究極排水の陣、ライフポイントを100になるように支払って、墓地から6武衆モンスターを特殊召喚です。ここまでは読んでいました。あんまり読めていませんでした。さあ、これで除外して打点アップしながらワンドローワンステですね。自分だけ暗黒界の取引、はいはい、打開していく、いいだろう。まあ、これ守備表示出せるんで、これは強いですよね。守備表示出せるから別にライフポイント持ってかれることはない。2500を超えなければね、相手の盤面が。
で消火器はもう使った特殊召喚はそんなないと思うんで、アイテム付き。はい、いいでしょう、バトルフェイス、いいでしょう。2枚セットあんのか、2枚セットあんのね、2伏せあんのね。ここまではさあ分からせていくぞ、来い。私の力を、うわー、うん、一気にいきまーす。最強カードだ、最強カード来た、史上最強カード来た。私のモンスターを、これシンクロ召喚できます、自分これシンクロできます、これシンクロできますか、できません、あ、できる、許していただけた、許していただけた、許していただけると魔法トラップをなんと1ターンに2回止めることができる。さあ新6部出身炎をシンクロ召喚、さあどうしますか、最強カード打ちますよ、俺このカード打つのデュエルリンクスで初めてかもしんないわ、それ向こうだよ、上でもちろん向こうよ、これです、これ打つのね、あ、デモンズチェーン、あ、もう全然向こう、全然向こう、全然向こうだね、全然向こう、それシンクロ召喚する前にやったらよかったのでは、分からせまーす。初めて打った、初めて打ったこのカード。デュエルリンクスにサンダーボルトを実装されてたんですね、知りませんでした。これ多分ね、相手にこうチート行為でこう通報されると思います僕。はい、対戦ありがとうございました。さあ行きまーす、ヘルカイザー。ヘルカイザー翔くんです。影六武士風魔を召喚です。モンスター効果発動、私のハンドはなかなか強いです。さあこれは二刀流みたいな顔して、二刀流みたいな顔して最強カードをセットします。カードをセットです。さあもう終了です。砂時計でバレんだよね、砂時計で、まあ、モロバレしていくんですけど、サイバードラゴンコア、なるほど、サイバードラゴンコア、はですね、サイバーツインでも耐えますね。ランページだと抜けないんで、相手、2500を。まあ、だからツイン出してくるしかないかな。まあ、サイバーエンドでもいいけど。まあ、融合を止めれば、まあ、大丈夫かなっていう、相手の。セット、なるほど。カード来ました、セット。カード来ました、セット。はい。なるほどですね。なるほどですね。とりあえず、究極排水の順位ですね、自分。究極排水の陣を効果発動でーす。墓地の6部衆モンスターを特殊召喚でーす。ライフポイント逆。急に自称していく際、スキル発動でーす。いきまーす。あーガチャ、まあ、悪くはないか、悪くはないけど、サイバーには弱いな、サイバーには弱いけど、ただこれで勝ちか。はい、帰ってないとか入ってないと思うんで、クリボールとかあるかもしれないけど、とりあえずキザンを特殊召喚。さあ行きまーす、クリボール1枚あっても勝ちか。はい、神ゲー。ちょっとガチャ若干弱かったけど、聖なるバリアミラーフォース打ちたい人生だったね。さあ終わりのターン、筋肉マンです。ルドガー筋肉、ルドガー筋肉、これは結構あのハンド的には強いが、割と強さはあるが、はい、私のモンスターをお見せしましょう。ここで新6部支援出していく、支援出していく、いきますこれもう一個モンスターをこう乗せることができればね、一応ね、あの支援エニシができたんですけども、まあ、エニシ入ってないんですけど、ね、ちなみに僕のデッキ、あの全力先行支援展開したすぎてエニシ入ってないっていうクソ甘いデッキなんですけど、甘い構築なんですけど。さあ一体何デッキですか、ルドガーってすげえ何やったの、聖国、なるほど、あれかな、光るじゃん、交換かな、聖国、あでも死うつらいな、ちょっとあの二刀流ねえのきついな、これ二刀流捨てられなかったのこれ甘いか。やべ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 、シュシュシュ、これねバック割れるの痛いんだよね、これ結構バック割られるの痛い、死ゆの効果で、うわこれ道場にしてくんねえかな、さすがに無理か、無理だよな、これ撃ったら死ぬよな俺、これ撃ったらさすがに上から殴られて死にそうだよな俺な、残りライフ100は無理だな、これさすがに撃てねえ。で死ゆ効果でリリースされると成功出てくる、いやこれ死ぬか、いやこれ終わったか、モンスターを特殊、これオア終わりってやつかこれ、いやこれオア終わりくせえなこれ、
これあれかな、やっぱエレイシー入ってた方がいいやつ、これいでよ、これエレイシー入ったらやばいやつでは。エクシーズ召喚、アテムス、はい、アテムス、アテムス来た、寿司三昧、寿司三昧、やばい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 、あでも打点超えられてないけど、あ8、なるほど、8、アテムスで、モンスター効果発動、モンスターを特殊召喚、バトル、ギャー